かちっちゃくない？あーだりー、どうしたの？いつもよりサイズ感ちっちゃいよ。シュビーン、うわーいやーみんな僕シタイくんだよ、元気？元気だよ、びっくりしたよ、どうしたの？みんな始まるよー、イエーイ。シタイくんの動きかわいらしいですね。改めまして、僕シタイくん、名前の通りね、やりたいことがたくさんなんだ。今日も ね、やりたいことやっていきたいんだけどな、どうしよっかな、どうしよっかな。今日は何をやるのかな。この音は、お腹が空いた。やっぱり腹が減った、なんか食わせろ、怖いよ。ちょっと心の声が出ちゃった。お腹すいたい。なんかしたいくん本当にね、いつもお腹すくんだよ。食べる量が少ないのかな。やっぱりしたいくんのお腹は宇宙なんだね。いいね、まあ、素晴らしいね。こんな時はあれだよね、サクサクっと作れるご飯が一番いいよね。そう、白米。前回やったふりかけご飯に続いてちょっと試してみたいことができちゃった。何でしょう。ということでこれだ。お茶漬けを入れてご飯を炊いたらお茶漬けにすることはできるのか。なるほど。ということで前回のり玉でねご飯を炊いたらね、見事にね、うんうん、ふりかけご飯、まあ、炊き込みご飯なんだけどね。そうだね、美味しそうだったよ、ね、なったんだけど、今度はちゃんとお茶漬けになるような分量水入れたらどうなるかちょっと試したいね。確かに先に入れることないよね。楽しみだわ。ちょっとお茶漬けになったらね、この満たされないお腹もちょっとねサラサラっと満たされるんじゃないかな。満たされてないよね、したいくん。こんなとこに長谷園のお茶漬けが落ちている。これは美味しい。やっぱしたいくんの部屋って4次元ポケット並みに何でも出てくる。いや、落ちてるんだね。この定番のね長谷園の海苔茶漬けでどんな美味しいものができるかな、うん、やっぱお茶漬けはこれが一番好きなんだよね。わかる。ドーン来たこれ。はい、いつもお世話になってる無洗米のコシヒカリ、だんだん減ってきたね。はいはい、半合半分、ざっくりこんなもんか。ちょっと半合ってさ、すり切りみたいなこんなんできないから難しいね、うんうん、まあ、なんかざっくりでいいよね、こんな感じ。同じこと言った。そうそうそう、あとねこれ無洗米だからね、まあ洗わなくてもいいけど、洗いたい人は洗ってね、ちょっと白くなるらしいからね。あ、そうなんだ。はい、内釜。やっぱ、はい、いつものライスクッカーの内釜を用意して。内子、あ、漏れた。あ、大量に漏れた、やばいやばいやばい、大量に漏れた。奥さん戻して、はい、こんな感じ。まあいつもの光景。それじゃあまずね、ここの 0.5 合のとこまでお水を入れていきます。これはね分量通りだね。分量通り、はい、せーの。分量通り、はい、せーの。ちょ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 、見えない。ちょっと待ってね、見えないからね。もうちょっと、あ、だいたいいい感じ。ちょうどいいぐらいかな。これにだからお茶漬けだからもっと入れなきゃダメだよね。お茶碗、したいくんがね、いつも食べてるお茶碗よりはだいぶ大きいけどね。そうだね、なんか人間サイズだね。これにね、お茶漬け分の水を入れていこうか。どれぐらいなんだろうね。お茶漬けってどれぐらい入れんの？これぐらいか？こんなもんかな？これぐらいでこっか。したいくん、じゃあこれぐらいを投入しよう。水放流。ダムです。1号と5号の半分ぐらいまで水がいったね。結構な量だね、水ね。うん、結構入った。やば、これで炊くの？え、どうなんだろうね。ふりかけの投入でございます。ジョジジョシジョシ。期待くん、ちょっと可愛いらしい。わあ、ふりかけなんかいっぱい、お菓子も入ってるよね。お菓子じゃないね、これ何なんだろうね。じゃいくよ。なんだっけこれ。うーん、と投入。忘れちゃったな、なんだっけこれ。この普通のが美味しいよね。あとお茶漬けって一袋でご飯一杯ちょうどいい塩梅だといつもしたいくんは感じるんで、まあ、この一袋でどんな味になるかを試してみよう。どうなんだろうね。前回ののり玉と似たような見た目だけど、うん、見た目行ってみよう。これでタコぜ。ライスクッカー、これはね本当にこれからどんどん活用させてもらうよ。魔法の箱だよ ね、 いいね。
よいしょ。私の腕にも届かないかな。一人でいいかも。負担をつけて、ここパッチンだね。こっちもパッチンだね。まあ10分ぐらいお米に水を吸わせようね。いつもの工程だね。これはもう飛ばすぜ。ぽい。はい、10分経ちました。もうね、10分経つことなんてすぐだよね。もうこっから先は毎度同じ工程なんでね、サクサク進まない。なんだって。それでは行こう。背面押し、いきます。背面押し。押すときちょっと可愛いんだよね、はい。オレンジになったね。行きましたね。さあ、これであとはね、炊けるのを待つだけ。うん、まずは沸騰を待ちましょう。はい。にゃーん。はい、またいつも通り。したいくんの暴れタイム。なんか違う、なんか食べてない、あれ今一緒なんか食べてたよね。お、なんかグツグツ聞こえてきたよ。この子ご飯食べる前に、ちょっとね、いつもより多分重さが重いもんね。これ時間かかるんじゃないかなと思ってる。重さが重い。もし重さでね、時間測ってたとしたら時間は絶対かかる、炊飯ができるまで。ということで皆さん、しばしお待ちを。アイス食べよう。あれだよね、あ、食べてるねえ。先にデザート派なの、したいすごいよ、すごい。みんなお茶漬けの匂いがすごいよ、こっからすごいするよ。うわー、なんか、でものり玉の時と匂いはあんま変わらないからね。のりだし、ね、どっちがどっちだかわからないと思うけど、とにかくすごい匂いがしてるから楽しみだわ。これ絶対お茶漬けできてるよ。奥さんやっとなった。やっとここ上がったよ。もう待ちくたびれたよ。なんかいつもより長く感じた。こっから10分保温しようね。どうなってるか、はい、みんなも楽しみだよね。よし、じゃあ10分後の世界へ皆さんいざなうぜ。とーいざなわ。はい、10分経ちました。楽しみだぜ。さあ、うん、それでは世紀の一瞬のオープンいきますよ。せーの、オープン。ちょっと開けるときしたいくんじゃん。取っ手を持ってグギッと開けます。いくよ。ちょっと中の、せーの、グキ。いろいろすごい。うわー、どうなってんの。キュー、熱い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 。ここの水、お湯、熱湯、大丈夫か。こんな感じ。水分がどっか行った。水分どこ。どんな、なんか普通に炊けちゃってるんだけど。ちょっと混ぜて、混ぜてみよう。とにかく混ぜてみよう。しゃもじいくよ。いくよ。うわー、炊けてる、ご飯になってる。なんでなんだろうね。あんなに水入れたのにご飯になっている。やっぱ吸っちゃうんだね。確かにお茶漬けってさ、食べてるうちにさ、普通にご飯、あんなに水入れたのに普通にご飯なんだけど。どんどん全然お茶漬けになってないよ。すごい。漫画のようなてんこ盛りご飯ができた。なんかね、前回と見比べてもらうとね、わかるんだけど、量が増えてる。ほんとだー。いや、で、ちゃんとしっかりしたお米になってる。あんなに水が多いのに。吸われたんだろうね。しっかり炊けるとは。お茶漬けになってるはずが。ちょっと、ご飯の水の吸収力を舐めてました、したいくん。いや、さあ、柔らかさとかすべて見よう。ふっくらなんじゃない？いくよ。味とかもね、含めてね。すごい量、ご飯。すごい。これ 0.5 合だからね、みんな。そうだよね。いくよ。増えてる。これぐらい食べようか。いくよ。せーの。ちたいくん？ちたいくん食べた？ちゃんと食べた？あ、ちゃんと食べたね。あ、ちゃんと食べてる。あ、食べてる。食べてるやって。これは。どうですか？これは。どうなの？ちょっと待って。ちたいくんの頭じゃ整理できないよ。どういうこと？どうしたらいいんだ？もう一回食べるね。もう一回食べるんだ。どうしたいくんを。どうなのよ。ここはうまい。あ、美味しいな。美味しすぎる。なんだこの美味しさは。美味しいんだ。あんなに水入れたのに。なんつうのかな。すごくね、もっちりしたお米になってる。あんなに水入れたのに。いつもより柔らかいんだけど。大丈夫。最後たまにご飯食べながら喋るのきつい。たまにけるよね。ごめんなさい。したいくん、期間が細いんです。いつもよりあんなに 1.5 倍水入れてんのに、もっちりした炊き上がりのご飯、前回ののりたまご飯よりも
スーダン上の塩加減、いやもうバッチリ。今度これぐらい食べよう。お水をこんなに吸ってもちょうどいいんだね。すごい。むっちゃくちゃうまい。今までね、お米の表面にかかったお茶がそういう味をしてたのと違って、うんうん、お米の中からギューってね、お茶漬けが出てくんだよ。おーすごいね。おかしいだろうがよ、あんなに水入れたのによ。確かにそういうことなんだ。これはもう絶対今日のお昼ご飯に食べよう。おいしそう。いやー、やってみるもんだよね。これはすごい発明なんじゃない？これ、下井くんちょっと特許取りに行かなきゃ。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。ということで、お茶漬けを入れてご飯を炊くと、お茶漬けになるわー。失敗。失敗だけど、うん、転じて成功。惜しければいいんだよね。大成功。わーしゃ、わーしゃ、わーしゃ、わーしゃ。ということで、下井くんはね、名前の下井くん通りね、やりたいことが見つけたらね、何でもやっちゃうんでね、はい、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またね、下井くんでした。バイバイ。